マーシンガーのはるかでーす。はい、まず最初にちょっとお知らせをさせていただきたいんですけれども、9月1日にですね、私が所属しているはるかトレーミーのオフィシャルツイッター、インスタグラムが開設いたしました。まあ、ツイッターの方は毎日妖精さんのつぶやきがあったりとか、ファッションの投稿があったりとか、音楽動画を上げたりとか、もう盛りだくさん、どん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 毎日更新していきたいと思います。で、インスタグラムの方は私たちの曲の歌詞をテーマに、あのイラストを描いたりとかして載せていったりとかして、ちょっとね、華やかになっていけたらなと思います。で、はるかトレーミースタッフアカウントの方も開設したんですね。で、そちらはスタッフのしょうまくんが随時更新してくれるので、こちらもぜひぜひご覧くださいませ。アカウント貼っておきますのでフォローお願いします。はい、ということでですね、今日の企画はドラマーがもらって嬉しかったものランキング。私、まあ、ドラマーとして活動はしてきたんですけれども、今までライブにこう来てくれた時に入ってこう渡してくれたプレゼントとかで、なんかめちゃくちゃ嬉しいものがたくさんあってですね、それをちょっとご紹介していきたいなっていうふうに思います。でも早速いくよ。こちら、こちらはスティックケースですね。これはもうずっと使ってて、私の誕生日にいただいたものなんですけど、結構大きめなんですよ。こうなんだろう、ライブとかでスティックを使い分けたりとかするときに便利で、しかもなんかこうファイルとかも入っちゃうんですよ。そうなんで、もうめちゃめちゃ使ってます。これは本当に嬉しかったです。ありがとうございます。はい、次、これもうここについてるんだけど、見て、これスネアの形してます。これはハイハット、ドラマーならではのキーホルダーとかもらえるとめっちゃ嬉しいです。なんかこういうさ、あのドラムのケースとかってもう真っ黒が多いわけですよね。だいたい黒、可愛いのももちろんあるんですけど、機材とか持っていくときに、あ、めっちゃ黒ってなるわけですよ。で、その時になんかちょっとこういうのつけとくと、ライブハウス行った時に、まあ、目印にもなるし、可愛いじゃないですか。めちゃ嬉しかったです。次、こちら、これはチューニング機なんですけれども、まあ、スネアグラムとかのこのチューニング用のボルトアイルとかにはめてくるときは回していくやつなんですけど、これはまあドラムをセッティングする上ではもう絶対なくてはならないものなんですね。ですがこれってめちゃくちゃなくすんですよ。私だけじゃないよね、じゃないよね。ドラマーって多分みんなこれなくすんですね。スタジオに使ってこう置いてきちゃったりとか、うん、まあ、なくすんですよ。とにかく私はもう何個もなくして、そして誰のかわからないチューニングキーをいつも持ってるっていうなんかやばいよね。気をつけます。なんでこれをプレゼントとしていただけるとちょっと喜んじゃう。まあ、自分で買えようって話なんですけどね。はい、次、まあもうドラマーと言ったらスティックなわけですよ。じゃーん、スティックのプレゼントなんていうのは嬉しいですね。スティックってめちゃめちゃ大事な道具じゃないですか。いつも自分が使ってるメーカーとか木の種類とか太さとか、まあ、いろいろこう自分のに合ったものをドラマーさん使ってると思いますので、なんか自分が使ってるのを覚えててくれたりとかして、こうはいってプレゼントされるとちょっとキュンとしますね。まあ、スティック自分で買えようって話なんですけどね。自分で買います、すいません。ということで、私がめっちゃ嬉しかったプレゼント、全部もちろん嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。でもなんか嬉しいというか助かったという感じですかね。ありがたやーみたいなちょっとプレゼントをいただいたんですけれども、こちら、じゃじゃーん、この鉄なんですかってなると思うんですけど、これもドラムのセッティングをするときに使うものなんですけど、ドラムっていっぱいこうネジがついてて、高さを調節したり角度を調節したりするのに必ずネジがあるわけですよ。で、ライブハウスについてドラムをセッティングするときに、
っていう感じで、もうネジがめちゃめちゃ硬い時があります。なかなかチューニングじゃないセッティングが終わらない時があるんですよ、硬すぎて。そんな時にスティックがあればネジをこう挟んでね、オリッってこうオリッってする方法もあるんですよ。スティックって長いから小さいところとかだと入らないんですね。なんですけどこちらどこでもクイックイッって回せるんですよ。しかももう全然力いらなくて、もうここにネジのあれを入れて、これをいただいた時は私ずっと欲しかったのになぜか買わずにいたんですよ。ネジがずっと欲しい、これ絶対買ったんだろうなってずっと思ってたのにネジが買わなくて、そしたらいただけたんですよ。めちゃくちゃ嬉しかったです。これはもうなんてこう楽なんだと。もう一瞬で終わりますからね。あの苦労は何だったんだと。まあ、自分で変えようと。